こんにちは、井上です。そうですね。まあ、ちょっと今、軽く授業をして、感想を聞いてみようってことなんですけど、まあ、なおさん、よろしくお願いします。どうでしたか？まあ、僕とやってて結構、夏ぐらいから授業をするようになって、まあ、最近またちょっと細かくまたやってるじゃないですか。文法のこととかいろいろ見たりして。やってみて、感覚的にはどんな感じですかね？比較的には、まず前より楽しくなったっていうことと、それはどうしてかって言ったら、なぜこうなるのかっていう、その理由を論理的に話してくれるっていう授業を今まで受けてなかったので、今までこう、もやもやとなんとなく分かっていたことが少しずつクリアになってきたっていうのがあって、楽しく感じるようになった。そっか。なんか、まあ、わかんない。僕はほら、最初から結構ああいう授業を受けてるから、つまんないのかなって思ってたんですよね。なんとなくイメージ的には。わかんないけど、その人によるから。そっか、ああいうのって結構楽しいっちゃ楽しいんですね。そうですね。楽しいですね。なんかその、なんでもやもやしているのかもわからなかったから、ただもああ。やもやしているっていうことだけは分かって、でもそれはなんでなのかっていうのはわからなかったので、それをこう細かく細かくやっていくことで、少しずつクリアになっていったのと、その基礎がどれだけ大事なのかっていうのも、分かってるようで分かってなかったっていうのが分かったので、その、めんどくさがらずに、細かいところもやっていこうかな、と思えるようになったのが、楽しめる原因の一つかな、という感じなるほどね。まあじゃあ例えば、まあほら、この前やったそういう未来形の活用の作り方とか、やっぱそういうのっていうのは、なんて言うんだろう、習ったことはなかったってことなんですかね。です。具体的には習ってなくて、やっぱりその、全部を覚える。っていうようなやり方で、暗記してたので、ここの共通するところが、まあ、L だったら、そこがあるから未来形なんだよとか、そういう、なんていうんでしょう、日本語で説明を受けたことがなかったので、本当にその法則を丸暗記していたっていう、のがすごい頭の中、すごい自分の中で大変だったので、少し五感さんがルールを知ることによって、覚えやすくなる。なるほどね。そうまあ、だから、この、なんていうのかな。前、このね、アルエットの歌があって、YouTube に作ってんのかな。まあ、そういう、そこのね、なんか、アルエット、ジュテプム、ん？あ、ちょっと待って、アルエット、あ、そっか、ジョンティアルエット、アルエット、ジュテプリムレっていうのがあって、そのプリムレっていうのの動詞の活用なんですかみたいな話から、まあ、もともとスタートした話ですよね。そう。で、まあ、歌とかを、僕は、なんか多分、僕がちょっと変わってんのは、なんか多分、両方やってんだと思うんですよね。僕はもともと、なんか別に文系とかじゃなくて理系だったから、なんか、あんま語学とか興味なかったし、でも、セックスピストルズめちゃくちゃ好きで、それでもって、最初、歌とかで覚えてて、歌詞を。で、その後に、なんか文法の説明とかしてもらったら楽しかったから、まあ、そういう意味では今と似てるのかもしれないけれど、最初になんかそのアルエットの歌を、こうなんか聞いてみて、まあ、あの歌もなんか、なんていうのかな。めちゃくちゃ単純だから、やっぱり、その大人向けの歌と違って覚えやすいじゃないですか。そう理です解多ね。分しやすいですよね、あの歌。はい。簡単なのですぐ覚えられるし。まあでも結構細かく見ていくと案外分かってないとこもあるんだなって感じですよね、多そうです分。ね。そう、だから僕的にはそういうのがいいなと思ってて、まあ歌とかっていいんですけれど、大人向けのってやっぱ好き嫌いあるんですよね。そもそも歌の段階から。でも、アルエットのやつって多分その日本語でも、なんだっけ。なんかあれ、ほら、日本語の童謡にもなってますよね。なんだっけ。八百屋の店先でみたいなやつ。品物を見てごらん、よく見てごらん、考えてごらんってやつですよね、あれ確か。わかりません？そはい、の。わかります。はい。あ、そう、だから多分、なんか、アルエットの歌がいいのは、まあ、アルエットに限らずなんですけれど、子供向けの歌がいいのは、多分、
大人との違いは、その旋律そのもの、音楽そのものは多分みんな聞いたことがあるんですよね。で、歌詞がフランス語だから知らないってだけなんですよね。多分僕はその方がいいと思ってて、大人向けのだと、なんか私もっとなんかバラードが好きなのとか、俺はなんかロックでござるみたいなのとかあるけれど、子供向けのってなんか、あ、これ知ってるって思えるから、その音楽の時点で、まあ、そこは一つやっぱ学ぶときにちょうどいいなって思うんですよね。た覚えやすだ、いです。覚えやすいですよね、あれやっぱ。なんかだからね、その今ここに書いてある We Shall Overcome とかって、まあなんか慣れたらいい曲だなって思うと思うけれど、なんか慣れるまでが大変じゃないですか。こんな曲聞いたことないよって話になるから、多分。そうですね、はい。そう、だから、そういうのをやって、で、リズム感とかが良くなるし、まあ多分でも、その本当そうで、その、さっき言ったのが多分楽しく思ってくれるのは、まあ僕の中では最初に歌とかから入って、あ、私もわかるって思ってくれた後に、でも細かく見ていくとわかんないとこもありますよね、みたいな感じでやっていくといいのかなと思ってるんあ、ですそうけですね。ど。多分あれ、最初から未来系の活用の作り方、今日はやりますみたいな形の授業だけだったら、ちょっとなんか分かんないけど、人生辛くなるんじゃないかなと思ってるんですけど。そうですね。いつもと、こう、今まで習ってたようなのと、同じ授業に感じてたと思います。そうですね。まあだから、もちろん、それを、いきなり覚えろっていうのはやっぱ難しいと思うから、まあ、僕はそこはじっくり、特に最近思うのは、まあなんかじっくりやっていった方がいいんじゃないかなと思うわけですよね。なんかいきなり覚えろってより、まあ、なんか教える側もなんか3、4回繰り返して復習した方が早いなと思ってるし、まあ、やっぱ歌とかっていうのはそこではそういう形でやれるからいいと思うけれど、でも多分今までのなんか、まあ、準2級までは結構サクッと受かったってことですよね。そうですね。で、2級のところでやっぱ結構足踏みしたって感じですかね。はい、かなりつまずいていて、で、今日の授業で思ったのが、やっぱり活用も中途半端に覚えてたので、私やっぱりそういう問題はいつもこう引っかかってたし、そこがすごい大きいなって思いました。まあほら向こうもやっぱり伊達にずっと問題作ってるわけじゃないから、なんか未来形の活用の中で不規則なやつとかそういうのをこうなんていうの間違いそうなやつをやっぱ出してくるわけですよね向こうも。でなんか多分こうそんだけ多分逆に続けて受けてるってことは、なんかそこまで箸にも棒にも引っかかんない点数なわけじゃないと思うんですよ。結構もうちょいやったらいけるかもって感じで、なんか伸び悩むみたいな感じじゃないですか。そうですね。はい。やっぱそれって何でかっていうと、点数的には本当、まあ数点とか10点ぐらいとかの差だったりするんですよね、大体みんな。でもなんかその10点の差っていうのが案外大きかったりするわけですよ。その10点のとかの差が何なんですかっていうと、やっぱりその細かい文法とかきちんとした、まあ、綴り字とかの知識だったりするわけですよね。またそういう例えば前置詞とかに関して言うと、まあ、ね、僕、あ、とか今ちょっと、あれないけど、ちょっと待ってください。あれ？中身がない。まあ、こういうのを使って、やっぱ前置詞とかを調べるかみたいな習慣がついてるかってことだったりするわけですよね。だから、なんていうのかな。で、特に多分みんな結構読解点取れちゃうじゃないですか。なんだっけ。文章を読んだりする問題だと、まあまあ、なんか分かってるような、分かってないような感じで、でもなんか解くと点取れてるなって感じになりません？そうですね、はい。だからなんか、そういうのがあるから、みんなね、なんか多分、なんていうのか、こう、受け続ける人って大体、なんか割り方惜しい点数なんだと思うんですよね。多分、本当にもうなんか全然違ったら、もう何回も受けないと思うから。受けたらいけそうかなってやってて、過去問やって、ちょっと覚えたからいけるかなって思うけれど、まあ多分さっきの動詞の活用が一番わかりやすいけれど、過去問を数問解いた、数年分解いたぐらいだと、やっぱ動詞の活用の穴は埋まんないんですよね。そうですね。まあそういうのっていうのは、普通にこう、フランス語の参考、まあ文法の本とか、
あと問題集とかやってったら埋まるんですけれど、やっぱどうしてもみんな普通研の、まあそれ別に普通研だけに限らないけど、英検とか TOEIC もそうだけど、そこだけ解いちゃうんですよ。だそうなっちゃうとなかなか、なんていう、まあまあさっきね、見たけど、ちょっといろいろ、ここでは言えないものを見たんだけど、まあ同じとこでやっぱ引っかかっちゃうってことですよね。何がダメなのかがわからないのあ、そうが、ですね。伸び悩む理由ですよね。というのもすごい痛感します。そうそう。だから、自分が思っているところと違うところが測定基準になってたりするから、だから自分なりに頑張ってるのになぜっていうのは、やっぱり、そもそも何で採点されてるかが分かってないってことなんですよね。でもそこがだから分かってくると多分、もちろん勉強には時間かかるからあれなんですけれど、まあ多分前よりやっぱりやってて実りのある学習もできると思うし、まあ自分的にも楽しいんじゃないかなと思うんですよね。はい、そうですね。あと辞書を見るのが楽しくなります。そうですね。まあ、やっぱり みんなできるだけ見たくないですからね、最初の頃は実は。そんな感じかな。じゃあ今日は貴重な時間をありがとうございました。ちょっと一り回がとこうのございじゃあました。レコーディングを切っちゃいますね。